じゃん。どうも、光番です。ウーバーイーツ観察キット。13件目。はい。13件目まで来ましたね。今日は重大ニュースがあります。僕にとって相当重大なニュースがあるんですけど、ついに主要都市での紹介料金制度なくなってしまいました。どうやって生活？楽して生活ができない。はい、ということで東京、大阪とか、横浜とかね、主要都市での紹介制度がなくなりました。ただこれから始まる都市の紹介制度はあります。よかった。よかったっつっても、この前の広島、一個も俺のコードで登録してくれた人いませんから。全然良くない。全然意味がない。ということでね、次始まるのが、岡山。はい。岡山で、サービスが3月4日から、スタート。僕のコードを使って、登録してもらって、その都市でサービス開始当日に1配達するだけで僕に3万円入るんですよ。2万円あげます。はい。まあクリアした人はツイッターで、僕にリプをくれれば、そこから僕は DM を送りますので、そこでまあ名前の確認とか取れれば振り込みます。当日は、どこの都市でも3万円ですね。で、2つパターンがありまして、もう1パターンがサービススタートしたその日から一番近い日曜日までに1配達。すると2万円僕に入るんですけど、その場合は1万円あげます。まあそれも同じようにツイッターで僕にリプを送っていただければ、DM 返すので、そこでこう確認して OK という形ですね。まあ捨て垢でも何でもいいのでください。まあこれが一番大きい事件なんですけど、もう一つ始まろうとしています。もう一つ始まろうとしています。その名は、Uber Eats Pro。今までのゴールドパートナー制度がなくなりまして、まあ、その代わりに Uber Eats Pro という制度がスタートするということで、 Uber Eats Pro ベータの紹介。2020年3月3日より開始する Uber Eats Pro プログラムのベータ版の参加者として選出されましたことをお知らせいたします。 Uber Eats では日頃より配達パートナーとしてご活躍いただいている皆様への感謝の気持ちとして、ロイヤルティープログラム、ロイヤリティじゃなくてロイヤルティー、紅茶みたいになってる。ロイヤルティープログラムを用意いたしました。ユーザーの体験に基づく特典プログラム、Uber Eats Pro のサービス開発を支援していただくため、参加者を無作為に選出いたしました。Uber Eats Pro のプログラムは時間とともに変わる可能性があります。はい、これ一応僕は落ちたんですけど、当選した知り合いの配達員に、ちょっとね、情報提供をしていただきました。詳細は近日公開。ステータスと特典をお知らせするメッセージにご注目ください。ご注目ください。なんか見落とさずに要チェックだみたいな、そういうのを感じ取りました。特典はすぐに利用可能になります。最新バージョンのドライバー用アプリを使用していることをご確認ください。まあだからベータの状態でも、まあ特典とかは、まあ使えるということですかね。まあ僕の予想は、3月中に、ベータテスト1ヶ月やって、4月からこうスタートすると僕は予想してます。はい。っていうかこれ3月3日に開始するんですけど、今日2日なんですよね。詳細がまだ届いてないらしいです。さすが Uber Eats Pro。はい。ということで、軽い詳細は見れるんですけど、はい。Uber Eats Pro のご紹介。仕事や日常生活の目標達成に役立つ特典をご提供する新しい報奨プログラム。日常生活の目標に役立つ。仕事はまだわかる。仕事っていうか、Uber Eats のことでしょ？仕事って。それに役立つ特典だったらわかる。日常生活にも役立っちゃう。この特典。Uber Eats Pro についてご説明いたします。配達を完了するたびに付与されるポイントを貯めると様々な特典を利用できます。その他の利用条件が適用されます。その他の利用条件が適用されます。その仕組みについて。1、ポイントを獲得。Uber Eats で配達してポイントを獲得しよう。一部の配達ではポイントが加算される場合があります。ドライバー用アプリで詳しい詳細をご確認ください。ドライバーアプリに載ってるのかな？一部の配達でポイントが加算される。まあだから雨の日配達とか、ロングドロップ、ロングピックとか、熟成案件とか、そういうのをやれば
ポイントがゲットできるとかだったらいいですね。2、レストランと注文者に優れたサービスを提供。ポイントの獲得に加えて、レストランや注文者へのサービスで高評価を獲得すると、ゴールド、プラチナ、ダイヤモンドの追加特典が利用可能になります。要件は地域によって異なります。詳細についてはドライバー用アジョ、全部ドライバー用アプリ。ポイントの獲得に加えて、レストランや注文者へのサービスの高評価を獲得すると、一緒なのかな？これポイントの獲得とは別に、だからこれ満足度ですよね。レストランやお客さんからの評価が、一定以上高いと、このゴールド、プラチナ、ダイヤモンドにもう慣れちゃうのか、高評価もポイントとして換算されていくのか、どっちなんですかね。3、得点を獲得。ランクが上がるほど、さらに多くの得点を利用できます。一定期間内、括弧1ヶ月間に獲得したポイントとランクの査定によって、翌週のランクと得点が決まります。だから1ヶ月こう頑張って、それ例えば1000ポイント獲得したら、その翌月に、例えば1000ポイント以上だったら、ダイヤモンド。500ポイントから1000ポイントの間だったら、プラチナ。100から500の間だったら、ゴールド。いや、わかりにくい。何これ？ゴールド、プラチナ、ダイヤモンド。何のこれ？基準。あなたたち独自のそのなんか、基準わからないから、こっち。ゴールド、スーパー、メガとか。何その基準は？ブロンズ、シルバー、ゴールドでいいんだ。世界共通の。何ゴールド、プラチナ、ダイヤモンドって。にちいちわかりにくい。より多くの得点をスムーズに獲得。毎日特定のピーク時間に配達を完了すると追加ポイントを獲得できます。ドライバー用アプリでより効率的にポイントを獲得できる時間帯をご確認ください。だからまあ一つの項目、ポイントを獲得できる項目としてピーク時間に配達をするというのがあるんですかね。これだけじゃないよね。他にもなんか雨の日、わざわざ雨の日やってるわけだからね。そんな中雨の日やってとか、ロングピック、ロングドロップとかわざわざ行ってあげてるわけだからね。そういう時こそポイントをガンガンつけてほしいですよね。レストランや注文者への優れたサービスでより多くの得点を獲得。ポイントの獲得に加えて、レストランや注文者からの一定の評価の印を一定に保つことで、ゴールド、プラチナ、ダイヤモンドのランクを獲得し、各特典の利用を継続できます。ご登録の地域での評価については、ドライバー用アプリ、ドライバー用アプリ、全部ドライバー用アプリ。ってことは、一応満足度も評価基準になるってことかって読み取ることもできますね。だからポイントがめっちゃ高くても満足度めっちゃ低い人だったら、ダイヤモンドとかにはなれない。ダイヤモンドってなんだ？ずっと、プラチナとか、わかりにくいな。色もわかりにくいし、これ。黒、シルバーだよ、これ。プラチナが、なんだよ、シルバー、ブロンズ、シルバー、ゴールドが一番わかりやすい。黒とか入ってきちゃう。ポイントの集計は1ヶ月単位で行われ、特典は翌月の末日まで利用できます。ポイント獲得期間は1ヶ月過去固定です。1ヶ月経過するごとにポイントはリセットされます。ランクアップに必要なポイントを達成すると直ちにランクアップして新たな特典が受けられます。レストランや注文者からの高評価を維持し、多くのポイントを獲得することでゴールド、プラチナ、ダイヤモンド、ゴールド、プラチナ、ダイヤモンド、わかりにくい。翌月末まで特典を利用し続けることができます。レストランや注文者からの高評価を維持し、多くのポイントを獲得することでゴールド、プラチナ、ダイヤモンドのランクを維持しって書いてあるから、多分どっちの項目も満足度も高くなくちゃいけないし、ポイントももちろん高くなくちゃいけないっていう風に読み取ることもできます。てかまずこの得点が気になるよ。明日だよこれ始まるの。なのに何も得点言ってこない。選出された人間にも未だ送られてきてないですからね。でどういうのがいいですか？まあ僕はシンプルに売り上げが上がる。だからダイヤモンド以下の人より、単価が高くなればいいかなと思いますね。シンプル。常に、他の人よりブーストが 0.1 高いとか。あとちょっと前にパイロットテストであったメガのメガマタギインセとかね。まああれはクリアしないと意味ないけど、まあクリアすればメガじゃない人よりは明らかに、稼げるので、まあ収入に直結する特典は一つ欲しいですね。だって今までのゴールドパートナープログラムって、ゴールドパートナーになったからってクーポン10枚1000円のクーポンもらえるだけだったからね。何
も意味ないから、収入とかそういうなんか仕事に直結する何かは全くなかったんで、本当にそういうところで辞めていった配達員めちゃめちゃいますからね。本当に Uber Eats 始めたて本、本当に一件目のもう何にも配達の仕方も容量もわからない、アプリの使い方もちょっと全然わかってないし、ド新人の配達員と、もう2万回ぐらいやってるスーパーベテラン配達員、満足度もずっと高いところを維持してるスーパーベテラン配達員と一緒ですからね。運んだ時の単価一緒ですから、もう他の仕事じゃ考えられないからね、本当に。そこら辺のバイトでもどんどん上がっていくのに、Uber なんもねえから。でもひどい時は新人優遇とかして、新人はなりやすいみたいな状態にしても、そういうのでもどんどん、何これみたいな感じでみんな辞めていきましたからね。だからそういうのをちゃんと満足度高くて、件数もめっちゃこなしてる配達員には、それなりの高い収入を得られるとか、そういう風にすればするほどやっぱりサービスというか品質向上につながるので、 Uber Eats 的にもいいし、お客さんもちゃんとした配達員に届けてもらった方が絶対いいし、で、配達員は配達員でそこを目指そうって言ってちゃんとね、ちゃんともうきっちりサービスしようとか挨拶しようとかも思うし、そういうサービスというか特典、そう思えるような、目指せるような、目指したいと思うような特典であればいいかなと思いますね。まあでもそう言ってもクーポン欲しいですからね。てか満足度も審査基準になるんだったら、そもそも満足度のシステム評価制度がクソすぎるんで、そこをまず直してほしいですよ。もうだって雨の日さ、わざわざ遠いところに、もう配達員いないからめっちゃ遠いとこから呼ばれて、そこにわざわざ取りに行ってあげて配達してあげたのに、店からは遅いじゃないかって言われて、お客さんからは遅いんですけどみたいに言われて、どっちからもバッと押されるみたいな、そんなクソみたいな評価制度でこれ大丈夫なのか、もうそこをまず変えてほしいんですよっていうのはありますけど、まあ、あとな、特定何がいいかな。まあ、GP 制度でずっとあったなんか、特定のお店のドリンク一杯無料とか、ナムル一つつけますとか、 10% 引きですとか、そういうのもあったんですけど、そんなの全然使わないから、そんなのはいらない。あ、でもメガとかの時にあったマックのコーヒー1日1杯無料とか、そういうのはいいですね。で、あとなんか日常でもなんか目標達成できるみたいに書いてあったから、加盟店全店 10% 引きとか、その期間もダイヤモンド期間内、ダイヤモンド期間内って何だ、ダイヤモンドの状態であれば、ダイヤモンドの状態って何、まあ、ダイヤモンド獲得できてれば、まあだからダイヤモンドの証をバーンって見せれば、加盟店では 10% 引き。全部 10% 引き。それだったらまあ、目指す価値はあるなって感じはしますね。まああとね、本当に地味に俺欲しいシステムというかあるんで、まあ地味っていうかもう一番欲しいっていうのは、配達先が選べる。うん、まあ、もうここっていうのを最初に見せるのは本当に一番それはいいんだけど、まあそれじゃなかったとしても、ある程度の、例えば新宿にいて、あと一軒やって帰りたいなみたいな時、でも飛ばされるの嫌だなみたいな時に、自宅方面、目的地を設定すると、その目的地方面の注文しか来ない。そういうのが使えたらいいなっていうのはありますね。っていうかこれありましたからね。これ知らない人多いと思いますけど、一時期ほんの一瞬だけ一部の配達員でテストされてましたから。なんかトークンみたいな。トークン。遊戯王じゃなくて、フリボーとかじゃなくて、トークン。表示されてトークンを使うみたいな。いうのがなんか、一部の配達員に出てきたみたいな。なんかバイク配達員かな？出てきて、それ使うと、目的地方面の配達しか受けないみたいないうのができてたらしいですね。もう注文入った時点で、届き先は分かってるんだから、何々区、何々町までぐらい分かれば、それが AI でこう、吸い取って、で、目的地方面のやつを振るみたいな。そんなのできると思うんで。本当に、まあ、全員とは言わないけど、本当にもう一部の限られた優秀なダイヤモンド配達員。ダイヤモンド配達員ってのは2番隊隊長かい、まあ、ダイヤモンド配達員とかにしか使えないシステムとか、そういうのもあればいいかなと。まあ他になんか、こういう特典とかあればいいかなみたいな、思った人はなんかコメントしてください。はい。以上、Uber Eats 観察キット13件目、配達か、